ラジオのんべんだらり。始めます。こんにちは。こんにちは。もっとおしとやかに行こう、うん、今日花声やね。そうなん、花粉やねこれね。花粉、うん、秋花粉。秋結構ねクシュクシュしとる人多いね、うん、もうそう、くしゃみも鼻水もみたいな。うん、鼻声ですが元気に行きたいんですけど、うん、エミーの、ちょっと待って、エミーの服がさ、袖が、あ、どれこれ、くしゃってなっとるけど、じゃあじゃあこれはさ、リボン、リボンがついとる、うん、へー、そデザインやわね。そうそうそう、こういうの、なんでこう、袖が邪魔な、洗い物する時でも袖が邪魔な、ライン、ブルゾンやで、気合いよね、洗いそうなんよ。この前にもさ、もっちゃんにはちょっとごめんね、話ずれてって、前にももっちゃんには言ったことがあって、うん、ずれるも何も何も始まってない、うん、私が最初にそれ知ったぐらい、うん、あのさ、私個性的な服を買いすぎるのよ、うん、だから、うんうんうん、1回着るとあ、またあれ着とるって分かってしまうような服ばっかりを選んでしまうのよ。いやで今日はね、この後私本当は服とかの相談、カラーコーディネート診断、カラーコーディネート診断とか行くんやけど、個性的な服を選んでしまうんですけどどうしたらいいですかみたいな、じゃあ選ばないようにしてくださいって多分言われるよね。そうやね。いいやん別に同じ。なんかさ、選んでしまう、無難な服がだからないことに気づくの、後から合わせるときに、うんうんうん、個性的な服と個性的な服では合わせられやんや。いいやん。私真逆。今着とるこのニットは、うんうん、ユニクロの、うんうん、あのカシミヤニットって、色違いでピンク、ベージュ、もっと濃いレンガ色、紫、黒、グレー。嘘やろ。あるよ。何枚ある？その色が売っとるっていうことじゃなくて、持っとるってことよ。だから着回ししやすすぎて。もう毎年毎年増えてって、買い足して増えてって、もうほんとなんかもう、私これそんな高くないし、あ、下は、うん、上はそうなる、上はいつもそう、あ、やっぱりそうなるんやんね、うん、そういうことか、うん、上は定番の、下をふわっとしたスカート履こうとか、そういうことやんな、うん、そういうことやんな、多分そういうことやんな、うん、なんか上半身にボリュームがある服を着ることが難しい、うん、上半身にボリュームがある服を着るのが難しい、今まだちょっと中にインプットするためにもう一回繰り返してみたってことやよね。それは例えばエミが今着とるブルゾンみたいなのがボリュームのある服っていうこと、うん、そう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 、あかん、ちょっと今行くよ、来るよさんそうなん、そうなんよ、だからそうね、そうなん、わかるわかる。いや私なんか、うんうん、例えばブラウス個性的なのを買いました、うんうんうん、あれ下が何合わせましょうとかさ、うんうんうん、あるの、そういうのがよくあるの。いや下か個性的なの買いました、それこそもっちゃんみたいに、うんうん、あれ何も上がないじゃないみたいな感じになったりするのあら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 、上上買うときに決めやんのや、それを、これはこれに合うなとか、あんまり決めやんねやろな、きっと、すごい、これに合わそうとか、うん、いやで最後になんか揃ってから足りやんものをユニクロに買いに行くみたいな感じになるよね。あ、なんか合わせ、あり合わせ、そう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 、ユニクロならあるかみたいな、そうそうそう、 V のニットないみたいなさ、そうなるよね、だから、うん、だからファッションの何、美容院とか行って、うん、結構なんかおしゃれな雑誌置いてくれんの、うん、でも私も女性自身とか週刊女性でいいわと思うぐらい、そうだからさ、今日もさ、その診断受けるのにさ、雑誌を一冊買ってくださいって言われた。何を買う、雑誌最近買わない、買わんやろ。だから私3年ぶりぐらい多分買ったん、でも 何の雑誌があるかも、マキアが創刊になった時以来から買ってないよ多分マキアが創刊の時買ったんやマキア創刊の時は、だからもうでもめっちゃ若い時やと思うよ、うん、そうだね。でも雑誌の話ちょっといい、うん、私去年かそのおととしぐらいに友達にやっぱ雑誌買わなあかんでって言われて、うん、で何を買えばいいのかわからんくって、自分で、うん、じゃあこれかなっていう、うんうん、何買った、あのジャケ買いをしたん、うんうん、でもね、表紙で
付録で付録はわかるな、付録でもこれにしようって何かあったかな、美人百科とかそういう名前やったかな、ポーチか何かがついてた、そうそうそう、そしたらなんか20代の若者向けの雑誌で、そうなんや、全く私の参考になるとこがない、だからわからんの、もうその自分たちの年代に合うのがそう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 、わからんやん、どの雑誌かがわからん、詳しいちゃう、刊末アンケートでさ、続きがあるな刊末のアンケートで、うんうん、私は30代後半なのにこんな雑誌を買ってしまいましたすみません、謝った、参考になるところは全然なかったですと、うん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 、でもあのユニクロと GU の着回しのページがあって、やっぱりそういうところはすごく参考になったので、うんうんうん、楽しく読めました、なるほどね、で書いて送ったら、うん、当たったん、あれかコートが当たった、トレンチコートやった、そうトレンチコートが、だからあのアンケートいいよ書いてもうせっかく買ったよ、私も刊末のアンケート書こう、クラッシーってえクラッシーじゃないの、20代後半のマジでちょっとおしゃれな女子の服じゃないの、30代じゃないの、ママ雑誌ちゃうの、でも後ろカルティエの広告載っとるもん、せやろ、こんなん20代買えへんな、うん、やでさ、誰向けなんかがさ、私雑誌を一冊買ってきてくださいって言われたん、うんうん、自分がコーディネートするときに見るようなって、うんうんうん、じゃあ雑誌見えへんしと思いながら、うんうん、置いてあるやん、でもだいたい歯医者とか、うんうん、置いてない、置いてある、ストーリーかクラッシーか、もう一個ないかな、クラッシー、ベリー、ベリー、ベリーある、ベリーやった、ベリーある、ベリー置いてない、ときみさん、ときみさん、あの皮膚科ベリーが置いてある、あでも置いてあるな、置いてあるやろ、うん、でもどれがさ自分たち向けなんか分からんくてさ、とりあえずクラッシュを買ったけどさ、雑誌の重さにびっくりした、いくらするの、700円やで、800円近いの、雑付録あったこれない、やっぱこういうちょっとあれ、こういうのは付録ないんや、いやたまたま時期かもしれんね、もうちょっとすると出てくるのかも、春先とかと、今どの雑誌もそんなにモコモコしてなかったよ、そのそんな挟まりやんか、うんうんうん、挟まってあんまりなかったよ、違うの、もう全然読まれてないもんこの雑誌、うん、いやじゃあ本当に買ったよ、だから急遽言われ、読んだ、まだ見てないあ、これなら着れるなって思うのがクラッシーやって、クラッシー買ったんやけど、え違うの、もうちょっと若いのクラッシーは、分からんの、全然私も分からん、でも、うん、クラッシー買ったところでミセスなんちょっと待って、うん、ごめんごめん、クラッシーを買ったところ で、 ところで参考になるえならへん、結構見やへん、だってさ全部高いやん、すごく、いやいやそんなことないって、いや高いよ、あでも高いでニトルやつを買うんやね、あそういうこと、島村とかでさニトルっぽいやつをさ探すんじゃないのかな、雑誌をそういう使い方するのね、そのままを見るってこと、私あんまり雑誌を買ったことがなくて今までも、うんうんうん、だからいいなと思ったらそれを買いに行くんかなと思っとったん、それは無理よ、あるある、そういうのはあるけ あるけど無理よ、無理やもん、えでもさ、うんうん、何よ、ファストファッション着回しみたいなのもあるよ多分、見てないやな、ね、スタイルが似合いますっていうだけのことで、そう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 、参考にどうぞみたいなところじゃない、うん、きっと、うん、かなと思って、うん、あとこれほらほらほら、一つ結び完全ガイド、絶対無理、これあ、そうね、あんまりあのさ、うん、そもそもそもこれ別冊やね、わざわざ、いやいやそもそもやで、うん、髪の毛を最初ゆるく巻いておきますか書いてあるやん、うん、分けるやんか、分けるやんか、勝ったやんか、だって私せいぜいできて何くるりんぱぐらいどういうくるりんぱは帽子やで、そうそうそう違うって、それりゅうちゃんのこと言っとんねやろ、そうそうそうそれ以外にくるりんぱの使い方があんの、やばいわ、もうあかねちゃん、やばいわ、あかねちゃんにこの話振ったのくるりんぱは上島竜兵やと思って、ほらほらほら、これやって、これ見てみ、くるりんぱ、ほらくるりんぱって書いてあるもん、あ、これくるりんぱっていうの、やだはぁ、何言ったの、くるりんぱをご存じない方のために、くるりんぱっていうのは一つ緩めに一つ結びをして後ろで、うん、ポニーテールよりももうちょっと緩い感じで、ね、なんて言えばいいかな、結び目よりちょっと上をね2つにパカって割って、その間にね結び目をグリッて入れるっていう、それくるりんぱっていう、ちょっと普通に1つ分からん、こんにゃくですって言えばいいやん、結びこんにゃくです、頭いいね、結びこんにゃくの要領で、うん、一気におしゃれ感ゼロ、赤にもくるりんぱっていう時点でおしゃれじゃないやん、もう
まあでもクロリンパ以外になんていうんやろうね、うん、なんかもっとさ英語っぽいさクロリンパをそうこうフランス語にしたようなやつとかをさプレッツェルみたいな、あ、違う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 、ゲンジパイ違う違う違う、まあショックやわ、あ、そう、何クルリンパに幼稚園とか行くとさお母さんみんなクルリンパしとるやん、うん、クルリンパで今までさみんなさおしゃれやなって思っとったけどさ、うん、クルリンパばっかりやなって思うとさもうなんか萎えるやん、あーそういうことね、クルリンパは楽ちんでこうゴージャスに見える、いや、うん、これってさ髪の毛がこうふわふわってなっとる子が似合うと思うの、ならんのよね、私ドストレート、そうな、私も一緒よ、だからふわふわならんし、うん、曲がりなりにもできたとしても夕方にはもううん、そうなるやん、ちょっとなんていうの抜け感っていうのが私には全くなくてそうね、でこう雑誌に出てくる言葉が私は本当に嫌な、うんうんうん、抜け感とか女っぽとか、うん、いいがないやつすごい嫌だ、いいがないやつね、なんかオフェロがどうとか、オフェロもうちょっとあれかもしれない、あまり言わんかもしれんね、どうなんやろな、なんかあと働くお母さんのことわーママとか言うやん、へー、 D マム、わーママは言うか D マム、サラリーマンのママのこと D って何、 D マムとか書いてあって妊娠してるわけじゃない、それは D マンの D なんじゃない、何 D、 あ、 D かと思った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 、妊娠するっぽい、うん、妊娠D じゃなくて D ね、 D、 D、 ラリルレドの D、 ね、 ラリルレドとかさ、うん、もうすがったらしい言葉出てくるなと思って、うん、まあね、表紙にねそういうのがあるとちょっと買ってしまうかもしれないね、まあ、うん、雑誌何選ぶやろ、でもミセスはでもだいぶいいよ、ほんとちょっとね、あのそういう笑みが着とる服みたいなのが出とる、あ、これそうそうそうなんかちょっと一癖ある、一癖そうだからジッパーとかを読んどった子たちは、あ、結婚してどこを読むんやろうね、こうジッパーを読んどった子たちはさ何回言ったけど、どこを読むんやろうと、もうそういう子たちは今はさ、うん、あれじゃない、もうブログでさ、うん、インスタ見ればいいかみたいな、うんうん、あのなんだっけ、リューチェルのペコちゃん、うん、のなんかブログとか参考するんじゃないの、そうか、うん、そういうことか、そうやね、雑誌読まんか、うん、だから雑誌を読む人たちっていうのは、うん、そうじゃないわけやな、きっと、なんで雑誌がいるの、わからないけれども、その雑誌を1冊から2冊持ってきてくださいっていう今日の持ち物やったんね、へえ、そこからもしかしたらこうこれ系統が好きなのねみたいなんとか、色はじゃあこう合わせ方がいいよとか教えてくれるんかも、うん、かもしれない、うんうん、めっちゃ楽しみにしとるんやけど、そう行くのよ、この後骨格も見ながら、うん、思うわ、いつもさ、私さ本当に T シャツとパーカーが似合わんので、のんちゃん家で一回さ覚えとる、あののんちゃんのな、寒いって言ったらのんちゃんがなパーカーを貸してくれたんな、うんうん、エミめっちゃ似合わんなって言ってのんちゃんがめっちゃ爆笑したんやんか、それぐらいさパーカーとか似合わんのよ、あ、骨格か、うん、そうなると骨格やね、うん、とか多分丈とかさ、なんやこの襟、なん袖の、うんうんうん、袖口がどこまで折りとるかとかさ、そういうデザインになってくるんやろな、きっとそういうのも見てくれない、骨格診断も、うん、そう、ちなみにあの、うん、おいくらぐらいで見てもらえるの、うんとね、うん、2万5000円なんね、私フルコースにしたで、フルコース何か、色も肌の色も見てもらい、うん、骨格も見てもらい、うん、かな、でそのカラー診断だから、イエベとかブルベとかって言うやろ、ブルーベースの肌なのか、うんうん、イエローベースの肌なのかとか、うんうん、そういうのを全部見てもらうフルコースにしたんも、いっそのこと、うん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 、で2万5000円って相当、私本当に清水の舞台から飛び降りるような金額なんやけど、うん、それって一体どんなサービスやろうと思って、私今聞いて思ったより高かった、うん、そうやろ、うん、そうな、違う、でも1万円とかのコースもあるんよ、うん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 、それは肌の色だけ見てもらってどの色が合うかみたいなのもあるんやけど、私もいっそフルコースにしました、うん、どういうサービスがあるのかと、うん、でも埋まってるのよ結構、へー、だから、うんうん、きっと満足度が高いんだろうと思って、うん、いやもういっそフルコースにしてみましたということです、楽しみやね、はい、楽しみや、どうしよう、全然違う服着始めたそれはそれでいいんやけどね、うん、なんかね、
アナウンサーみたいなスタイルになったら、俺なんか全然それは目指すところじゃないかもしれんけど目指すところどうなんやろね。だからすっごい楽しみなんやけど。でも私昨日自分が着てた服が、うん、薄いオレンジを着とった、うん、ニットでね、うんうん、めっちゃ似合わんなってすごい思って。似合う色も変わってきたと思う、うん、私薄いオレンジ似合わんで、で昨日裸みたいに見えたんじゃん。だからさ、みみちゃんにカラー診断いつ行くのって、うん、そうそうそう、あ、うん、それを思ったからね、うん、そう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 、うんうん、なんか私自分がイエローベースの肌なんかブルーベースの肌なんかもう分からんくなる時があるの。いやで髪の毛カラー何色にしますかって言われても何色選んでいいか分からん時ない。似合う色つけたいけど紫系が、あ、ずっと一緒の色にしとる。え、何も言わずに染めてっていうだけでなんか聞かれへん、うん、聞かれるけど、うん、私もでも最近一部しか染めやんでさ、染めるとしたらジッパー系やった人やで。もう指定していくもん、ピンクでとか。あ、だからさ、それはなんで気分やろ。うん、気分やわな。そうで、そこで美容師さんがピンクはピンクでもいろんなピンクがあるけど、そうなんやって、お客さんはこれがいいと思いますよって選んでくれる。言ってくれるんね、うん、ああ、なるほどね。系統だけ伝えて、うん、似合う調整はやってくれるってことやな、うんうん、私見せられても困るから、選べないから、選べないから、うん、なんか私に似合いそうな色って言うとこれかこれかこれって言われて、うんうん、でも分からん、その一部の毛束見せられてもそう、毛束 ね分からんから、うん、なんか分からんのよ、うん、私の似合いそうなやつって言って終わり、うんうんうん、それしかでも答えようがないよね、うん、口紅ももう全然わからんの、口紅、リップも、うん、リップも全然わからんくって、わからんね。オレンジ系がいいのか、なんかさ、チョコレートみたいな色のやつあるやん、うっとるやん、うん、え、ちょっと、あ、ボルドーじゃなくて、そうそうそう、うん、ボルドーみたいな色塗ったことある？安室ちゃんが流行った、そうか、それ、ね、だいぶ濃い濃い、そうやんな、いや私口紅も鬼奴さんみたいになるもんだから、いや私ボルドー塗るよ。あかりちゃんは多分似合うんやって、だからすごく似合う、イメージできるもん、でもピンクが似合わんもん、分かる、恐ろしく似合う、あ、分かる、オレンジも違う、うん、あ、そっか、鮮やかな色じゃないんや、だからポップだ、そのもうくすんどるわ、くすんなんかそこははっきりしたかったもん、自分の中で、うん、これはつけないって、もうそしたらもう見ないって決めてしまえるやん、うんうんうん、もう排除したい、もう関係ないの、排除したい、じゃあもうめっちゃ期待するわ期待しよう、そうめっちゃ期待する、うんうん、今度そのレポの回を作る、うん、そうやね、そうやね、うん、そう、グリーン着たいけど、ぜひぜひ、うん、グリーンもどの色まで振ってていいのかわからんでさ、 それがはっきりしてきます、うん、はい、あ、でも黄緑は違うと思う、黄緑なんかさ、一回なんかイベントで黄緑着やなかんとき、あれ違うか、あ、着たやろ、うわ、黄緑の T シャツって一番着たらあかんやつやんと思って、あ、 T シャツやったっけ、まあでもなんかポロシャツみたいな、ポロシャツや、うんうん、配られた瞬間にあんな似合うのカマキリぐらいしかないそうね、やめてほしいよね、そう、そんなことがありました、そんな話でした、はい、本当は本の話したかった、次回やね、次回、はい、じゃあ次回は本の話って、はい、言ってしまったね、はい、はい、ということで、また来週、また来週。